はい、こんにちは、つつけんです。今日は4月の16日土曜日、今日朝こちらの宅急便が届きました。昨日一昨日の動画でイベント目白押しと言いましたが、そういえばもう一個イベントがあった、5月に参加される方は皆さん今日あたりにね届いてるかと思いますが、 SSTR のゼッケンとか参加賞とかね、いろいろ入っているものだと思うんですけど、ちょっとねこれを開封していきたいと思います。では早速でね、持つと結構重いんですよね。何が入っているのでしょうか。なんかシャッ、なんか液体っぽいような、なるほど、これだ。名前忘れましたが、最近よく見る添加剤ですよね。これと、これがなんか参加特典を受けられるリストバンド。そしてこれも重っ、なんだこれ、重っそして今年のゼッケンはこんな感じですね。ちょっとかっこいいな、黒で、1056番です。1056番。そして中にはチラシかな、案内が入っていて、あのルールブックみたいのも入ってますね。ちゃんと洋館並みに重いんだけど、何ちょっと取りながらだと雑に上げてしまいますが、何これ、なんだこれ、何これ、あの車のオーディオつけるこの横に横にくっつけるなんか取り付け金具みたいな、オリジナル焚き火台、はい、オリジナル焚き火台でした。はい、しっかりした作りですのでね、なんかに使える機会があればいいですね。はい、ということで、ゼッケン、そしてルールブック、そしてなんかいろいろなねチラシが入っていました。はい、もういよいよ近くなってきて、あ、これなんだろう、地元のマップがあるな。そう、結構ね私はね近くに宿を取れたので、ここがゴールでしょ、あ、ここだ、ここのお宿に、予約をできました。割と近めなところで、周りもご飯屋さんいっぱいありそうなので、ちょっとこれを見てね勉強したいと思います。はい、もういよいよですね、バイクもちゃんと用意することができそうですし、このゼッケンも届いたということで、 SSTR ももう参加するだけかな、はい、ということでね、 SSTR 参加のゼッケンの荷物が届いたという開封動画になりました。はい、皆さんね行かれる方ぜひぜひコメントよろしくお願いします。それではつつけんでした。